10月18日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日報放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日報放送の増山さやかです。辛坊治郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊治郎さんが他では聞けない独自の視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。昨日、ほとんど喋るつもりでここに立ったんですけども、立ったというか座ったというか、はい、立って喋ってませんね。座ってますね。公演の時にですね、うん、立ち席の時と座り席の時と両方あるんですよ。基本はベースは公演というのは、お客さんの前で立ってやるものなんですが、はいはい、最近はコロナの影響で、オンラインっていうのも増えてきましてですね、私オンラインの公演は基本受けないことにしてるんですが、それでも気がついてみたらオンラインの公演を受けてたとかいう事態が発生するわけですね。はい、で、あれ座りなんですね。うん、大体がまあ、オンラインの公演って座りが多いんですが、で、座りで喋るとですね、うん、私自分で認識するんですけど、はい、立って喋った時と座って喋った時では話が全然違うんです。そうなんですか？もう明らかに違います。どんな風に違うんですか？明らかにですね、うん、座って喋った時の方が内容が、プライベートに近くなりますから、言っちゃいけないことを言ってしまう可能性が高くなるんですね。じゃあ立ってやりますか？そうなんです。私ね、この番組危険だなと。そうですね。この番組結構危険なんじゃないのかと、ここ立ってやったら多分ね、話の内容ももうちょっと変わると思うんですけどね。うん、あ、そうなんですか。一度やりました。どうなんだろう。ナイツさんなんか基本的にステージでやってる時には皆さん立ってますね。漫才の方は立ってますよね。で、ラジオですから座ってらっしゃるでしょう。おそらくね、真剣に聞いたら、やっと立って喋るときと座って喋るときでは内容が変わるとおっしゃるはずです。立った方がかしこまる感じなんですかね。ちょっとかしこまりますね。座ったときの方がどっか警戒感が薄れますね。薄れてますね。そうね。襲撃されたときに逃げにくいですから座ってると。まあまあそうですね。だからまあ犬がですね、うん、上向いてへそ天つんですか、うんはいはい。おへそを天に向けてバターンってすべて警戒感をなくした犬って、ああやるじゃないですか。あれ可愛いですよね。可愛いお腹もねなでなでしちゃいますよね。本当に。私へそ天状態でやっております。皆さん可愛がってください。いやもうちょっと、はい、おへそを天に向けて手あって。おへそを天に向けて手足をバタバタしながら喋っております。可愛くないです。あ、そうですか。いや、昨日は実は冒頭で申し上げようと思ったことがいくつかあったんですけども、時間の加減で割愛させていただいて、で、おそらくそれ喋ってくれるということを期待しながら、ラジオの前に、まあ今はラジオの前どのぐらいの比率なのかしらね、パソコンの前とか、まあそういうことね、携帯電話の前とか、ね、スマホの前とかという方も相当いらっしゃると思いますけれども、はいはい、いや、何が言いたいかというとですね、先週木曜日に、とにかく木曜日につく食べ物はやめてくれと。ね。週またいじゃうと私の手元に来るのに。基本、まあだから木曜日も隔週でこっちのスタジオにいますから。だけどもそこまで計算しながらっていうのはちょっとまあなかなか無理があって、 そのサイクルもたまには違うこともありますから、はい、必ずしも木曜日ね、いるサイクルだからといってここにいるとは限らないので、はい、木曜日に、それも腐る日持ちのしないようなものを送っていただくと大変ありがたいんですけれども、私のところには写真と手紙しか回ってこないと。そう、このうまそうなものをスタッフが食うのかという思いを抱えながら週末を過ごさなくてはいけないので、木曜日着くのはやめてくれと、こう申し上げたとき、ところがですね、昨日来たら、お菓子と栗が届いてまして、はい、はい、そうそう、ありがとうございました。お菓子はですね、ラジオネームハリーさんという方なんですが、はいはい、これがですね、御礼と書いてあるのしに包まれてるんですけど、のし付きできちんと、手紙がないもんですから、何の御礼だかわかんないんですよ。まあいいかもと思ってですね、ありがとうございます。サインをされたとかそういうのじゃないんですか、ね、かもしれません。はい、とりあえずありがとうございます。美味しく頂戴しましたということで、今のし紙を破ってですね、丸めてゴミ箱の中を掘り込む、本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。今後お気遣いなく、どうぞどうぞ、本当にお気遣いなくですね、うん、あとは兵庫県の川西市から栗が届きましてですね、あ、見事だね。あ、これはね、サインのお願い品ということで、本も同コンというんですか、パッケージの中に入っておりまして、だからこれサインするため、サインは無料ですから、いりません、本当に何も。そうですよ、食べ物はいらないんですよ。食べ物はいらないです。純金絵画。純金もいらないですよ。純金絵画お願いしたい。
いうことで、栗ですよ、栗、うん。この間から私、この番組の中で、うん、いろんなフルーツの名前を口にしていた中で、うん、栗ってそういえば言ってないなと思って。ああ、確かにね。栗って言って、一言も栗は言ってないわ、はい。別に特に意味はなかったんですけど、うん、あ、栗の話はですね、小学校の時に友達に誘われて栗畑に行って栗を取ってたら栗泥棒と間違えられてというかですね。あ、なんかそんな話。友達に騙されて全力で逃げたという話はしたことがありますが、私それ以来栗と聞くたんびにその小学校の時の友達を思い出すんですけどね。まあいいや、栗、なんかすごい立派な栗を送っていただいて、でもこの栗のおかげで、いやー今ね、文化進んでるなと思ったんですが、この栗を送ってくださった方がですね、QR コード。わかりますか、ええ、あれ二次元バーコードって言いますか、QR コードですか、スマホなんかでかざしてね、スマホで写真撮るとですね、うん、インターネットのサイトに自動的にアクセスされたりするはずですよ、はい、この栗に QR コードが添えられてたんですよ、うん、栗に QR コードが添えられてて、はい、QR コードって知ってます？何ですか？私ね、これ YouTube で見てびっくりしたんですが、うん、ドローンあるじゃないですか、小型ドローン、小型ドローンを空中に大量に飛ばして、そのドローンで空中にQR コードを描くんですよ。その空中でドローンで QR コードが何百機何十機で描かれますよね。それを地上からスマホで撮影すると、スマホがその空に飛んでるドローンの形で QR コードを読み取って音楽流れるっていうですね。認識するんですか、それで。すげえ。すーごい。これだからいろんな宣伝に使えますよ。まあ今ドローンは結構飛行できるところが規制されてますから、そんなに簡単ではないのかもしれませんが、だからドローンの飛行制限のないところではドローンを例えば100機ぐらいバーンと飛ばして、うん、空中にバーコードが描かれて、うん、その空中のバーコードをスマホで撮ったら特定の宣伝にこう導かれるみたいなことは技術的にはできるんですよ。でもそれってじゃあ形を認識すればドローンじゃなくてもいろんなものでできるんですね。全然そういうことですね。だからそれ QR コードの形を認識すればドローンじゃなくても何でもできるはずですよ。だから人間だってできるかもしれないしね。面白いですね、小学校の校庭に1000人ぐらい動員して QR コード作って運動会の時に、皆さん、QR コード、スマホでちょっと子供たち撮影してあげてくださいって言うと効果が流れるとか、ね、いろんなことできそうですが、ただまあ、QR コードがあの形に見えるためには、斜めの位置から四角く見えるようにするためには、かなりこう、配置を考えなきゃいけません。それまあ、高いところから真上から見れば、いいよ、もうそんなことはどうでも。そうじゃないんです。その栗に QR コードが添えられていまして、オンエア前に、QR コードを試しに撮影してみましたよ。撮影してみたところ、はいはい、その栗を送ってくださった方は、うん、どうもね、栗農家の方のようですね、うん、栗の農家の栗園の様子が、それドローンで撮影した栗園の撮影、だからドローンだから自分の庭の自分の栗園だからドローン自由に飛ばせるんでしょ、うんうん、で自分の栗園で飛ばしたドローンの映像が QR コードを見たら出てきて、すごい、今年は一つの伊賀の中に大きいやつが一粒入ってるようなのが多いんで、収量全体としてはあんまり取れないかもしれませんみたいな、うん、そんなイメージの動画が流れていて、それで送ってきていただいたのを見たら、一個一個がやたらでかい栗で、ね、立派な栗でしたね。ありがとうございます。そんなに収量が少ないかもしれないというのに、こんな本のサインごときで送っていただいて、本当に申し訳ないと。はい。でも私、そのために今日は、映像全部見ましたので、うんうん、そしたらその再生回数が11回とかなんで、あ、俺、これすげえ貢献してるって。まあでもね、そんな面白い貴重な映像だったらね。ああ、そうなんです、うん。どうなんですかね。今ここで私たちの会話の中で、はい、全く予想もせずに生まれた、人で一文字で QR コードを作って、うん、これを撮影することによって何かの情報が出るというようなことを試しにやってみようという人は現れるかもしれないですね、これ。そうですよ。上からね、なんか屋上かなんかから屋上から校庭に並んでる子どもたちの姿を撮るとなんか効果が流れるんですよ。そこまでの発想が、埼玉県民家でもいいですけど、まあまあそうですね、どうして埼玉県民家なんだねえ、はい、ちょっとこれは興味ありますね。埼玉県民家で全く
くどうでもいい脈絡のないことを思い出してしまいまして、この番組の前の前ぐらいの時間帯に、うん、前の前だからナイツさんの前の時間帯に、はい、私そこの前テーブルで新聞を読んでいたんですけど、いつもよりちょっとだけ早く来たんで、はい、1時ジャストの段階でその前テーブルにいたんですよ、うんうんうん、そしたらその前の前のナイツさんの前の番組にビバリーヒルズですか、うん、東さんがやってらっしゃるんですか、はい、そうです、東さんがやってるビバリーヒルズに、うん、はい、アイドリングの最近タクシーに乗るたんびに必ず出てくる女の子がいるんですけど、その方がですね、はい、アイドリングの有名な人です、そのアイドリングの有名な人がそこのあのここのスタジオ出たところに、朝日奈央さんのこと、そう、アイドリングってずいぶん前ね、昔もともとね、元アイドリングですよ、そうそうそう、元アイドリングで今なんかタクシーに乗るとタクシーの CM は、ね、今田真央ちゃんか、朝日奈央さん、あ、そうそう、今田、今田、今田美桜さん、あ、今田美桜、うん、今田美桜ちゃんか朝日奈央ちゃんか、うんうんうん、どっちかなんですよ、この二人タクシーに乗るたびに出てきてもう分かったよあなたっていう、うん、その方がですね、はいはい、前の前の番組のゲストだったんです、そうそうそう、でゲストだから、うん、ここのスタジオ出たり入ったりするじゃないですか、はい、その出たり入ったりするところで、うん、そこにあの看板があるところで、うん、どうもなんかあの LF 日本放送来場記念で自撮りで写真撮ってるわけですよ、うん、この子毎日タクシーで見ると思って声かければよかったじゃないですか、いやいやいや、それはだって、まあ、突然そんなおっさんに声かけられたらかわいそうじゃないですか、だから黙って見てたんですけど、うん、でどういうプロフィールかなと思って調べてみたら暇ですか本当に本番前にそうなんです、どういうプロフィールかと思って調べてみたらはい、はい、出生地埼玉県入間市、あ、そうでしたか、私が長年過ごした埼玉県の入間市で、入間市で生まれて小学校3年まで育ったっていう話で、これ結構話しかけたら話盛り上がるのになぁと、話しかければよかった、いなくなってから気がついたんです、あ、じゃあ次はもうそれ会話の糸口ですよ、もうしかしそうそういつもいつもこの辺歩いてないでしょそんな、そうですよ、タクシー乗るたんびにね、その今田さんと2人出てきて、ここだけの話、俺どっちかというとそれ今田さんの方がどっちかちょっとあれなんですけど、どっから目線の発言ですかそれも本当に先行ってください、はい、じゃあこのくらいにして株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価反発しました。昨日と比べて380円35銭高い 27,156 円14銭で取引を終えました。主要なアメリカ企業の決算が市場予想を上回って、昨日のアメリカ株式市場が大幅に反発した流れを引き継ぎました。で、為替相場が現在1ドル148円90銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると20銭ほど円安になっていますが、朝方にはね、149円台をつけまして、先週金曜日につけた32年ぶりの安値を更新しています。はい、円安のこの辺について解説をしだすとキリがないので、後でやるかやらないか考えながら進めていきます。考えながらね、進めていきたいと思います。はい、さあズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台はロシアの核兵器使用危険水域にというニュースにつきまして、防衛研究所政策研究部、防衛政策研究室長の高橋杉雄さんスタジオ生出演ですので、いろいろと伺っていきます。で5時台は大麻から製造した薬、国内初の治験へというニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングもお送りいたします。ズームオンミュージックリクエスト、あなたがね選んだ一曲をお送りしますが、辛坊さん今日お題は大きな栗をもらった時に聞きたい曲大きな栗のとか来そうですね。あ、それはなしにしましょうか。なしで、はい、じゃあ同様なしということで、同様なしで大きな栗をもらった時に聞きたい曲、はい、理由も添えて zoom@1242.com でお待ちしております。この後はズームフラッシュです。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、
ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。昨日ウクライナの首都キーウ中心部で複数回の爆発があり、ウクライナ大統領府はロシア軍による自爆型ドローンを使った攻撃だと明らかにしました。現地メディアによりますと6人が死亡、子どもを含む27人が負傷しました。ベラルーシ国防省はロシアとの合同軍の一部としてベラルーシ国内にロシア兵およそ9000人を駐留させると発表しました。ベラルーシは今年2月にロシア軍が自国の領土から隣接するウクライナを攻撃することを許可していました。政府は今日の閣議で北朝鮮の相次ぐミサイル発射を受け、核・ミサイルの開発に関与した5つの団体を資産凍結の対象とする追加制裁を了解しました。新型コロナウイルス対応で国が地方自治体に交付する地方創生臨時交付金について会計検査院が検査したところ、およそ7億3000万円の不適切な支出が確認されました。また多くの自治体が事業効果の検証を行っていないことも判明しました。 SNS で知り合った女子中学生への自殺幇助容疑で逮捕された会社員野崎祐也容疑者が、自殺の名所として知られる複数の場所をインターネットで検索した形跡があることが今日捜査関係者への取材で分かりました。警察は容疑者が自殺場所を提示し選ばせた可能性があるとみて詳しく調べています。陸上自衛隊郡山駐屯地に勤務していた五ノ井里奈さんが記者会見し、複数の男性隊員から性被害を受けた問題で加害者の4人の隊員が昨日五ノ井さんに直接謝罪したと伝えました。4人は防衛省による処分が決まった後に退職する意向も示しました。政府は昨日、岸田政権の看板施策、資産所得倍増プランの策定に向け、有識者と議論する初会合を開きました。貯蓄から投資への流れを後押しするため、少額投資非課税制度、NISA の拡充、個人型確定拠出年金、iDeCoの改革を柱にプランをまとめます。K-POP アーティスト BTS の所属事務所は昨日、メンバーの兵役の手続きを進めると発表しました。特例を与えるべきだとの議論もありましたが、兵役を終えた後、2025年の活動再開を目指します。なお日本放送では、この後5時半から古谷正幸 K-TRAX BTS マイベストリクエストをお送りします。まあ、興味のない人には全然興味のない話だと思いますが、興味のある人にとっては本当に重大問題で、 BTS ですよ、防弾少年団。この防弾少年団というのは、アジア人の歌手グループで、アメリカのビルボードヒットチャートっていうのがありますが、アメリカのビルボードヒットチャートで1位になったことがあるというと、まあ、我が坂本九さんのすき焼きっていうですね、まあ、日本でいうと上を向いて歩こうという曲がありましたけれども、多分それ以来じゃないかな。 BTS のダイナマイトっていう曲が数年前にビルボードヒットチャートのトップになって、まあ、全世界を席巻して、先週の土曜日かな、あの BTS の無料コンサートみたいなやつが韓国であったんで、それ行かれた方も多いと思いますが、日本の中でもあのインターネット配信でご覧になった方も相当いると思いますけれど、まあえらい盛り上がりになっております。このあたりね、やっぱ韓国が意識的に進めてきたあの文化戦略なんですよ。もともとやっぱり韓国って人口が日本の半分ぐらいしかないので、映画にしてもドラマにしても韓国国内のターゲットだけだと商売になりづらいし、制作費もかけられないと。だけども初めから世界戦略で、映画にしろドラマにしろ、こういう音楽グループにしろ、まあ、この流れはあの女性のアーティストで、やっぱりカラーとかね、あの辺から、あの、はい、まあ、女性のグループが非常にあの先行して全世界的に有名になって、その後男性のグループも追いかけてきて、まあ、そのもっと前で言うと、ヨン様っていうのが冬のソナタ、はい、冬のソナタですね、冬のソナタのペヨンジュン、ペヨンジュン、はい、ペヨンジュンさん、ヨン様
古いっすか。いや、かなり。いや、ヨン様そんなに古くないですよ。私のイメージで言うとヨン様ついこの間ですけどね。ついこの間ですか。はい、ヨン様。まあ、あのあたりから戦略的に韓国は、まあ、あの、文化輸出で映画であるとかドラマであるとか、うん、その延長線上で、ネットフリックスの、例のイカダカタコダカのゲームがあるじゃないですか、まあ、イカゲームのことですね。それそれ本当なんかずさんだよな、ね、一言一言が本当ですね。もうちょっと精査して喋った方が。わかりました。そのタコゲームじゃなくてイカゲームがですね、イカゲームがあのアメリカのこれもあった、イカゲームじゃねえや、イカゲームはネットフリックスで、あの大ヒットして、はい、でアメリカのアカデミー賞の作品賞でですね、地下室の一室が舞台になってる。そう、一つ一つがってそうですよね。でもあれ確か韓国の元々のタイトルは地下室のなんとかだったような気がしますけどね。ああ、そうだったかな、はい、まあ、パラサイトという映画が、はい、うんうん、あのアジアの映画でも外国語映画賞でアカデミー賞 の、うん、あの受賞作品というのは過去いくつもあるんですが、はい、そうじゃなくて外国も何もアメリカのハリウッドも含めた映画作品も全部ひっくるめて、うんうん、アカデミーの最優秀作品に選ばれたというのはもうこれが初めて で、うん、でこれやっぱりね、この20年ぐらい戦略的にやってきたことが一つ一つ実を結んでるんだけども、うん、この韓国に関して言うと男性のグループには大きな、世界的に活動する上において長年鬼門と言われていたの、うん、男性国民開閉っていうか全部徴兵で、はい、まあ2年ぐらいなんですけども、はい、普通は28歳までに2年、だからまあ成人になるときに徴兵検査みたいなのを受けて、それで合格してる人は28歳までに2年ぐらい徴兵で兵役つかなきゃいけないと、うん、まあいや北朝鮮との戦争も正式に終わってない準戦時国家みたいなところがありますから、うん、まあ、国民開閉ですよ、だからなんか韓国の男性が好きっていう日本の女性もいますけどね、なんか日本の男性に比べて韓国の男性の方がピリッとしてるとかいう女性いるじゃないですか。なんでって聞いたら、いや、 やっぱりあそこは兵役があるからそうなんだみたいな、そんな会話を俺この数年以内に誰かと交わした記憶がありますが、私が言ってるわけじゃありませんよ、うん、そういう人もいるということで、ところがですね、あの、ああ、韓国の男性で世界的に活躍する、うん、まあ、大衆文化、歌手であるとか、BTS なんか典型ですけれども、こういう人に免除がないんですね。うん、あの、韓国で、やっぱりね、ちょっとやっぱり世界的に活躍してるような、オリンピックでメダル取っちゃうようなスポーツ選手であるとか、クラシックの有名な音楽家に関して言うと、兵役免除してもいいよねっていう話にはなってんだけど、大衆文化までそれを広げるということになると、やっぱね、兵役行きたくない男性も結構いるんだと思いますよ。だから反発も強くて、ずるいじゃないかそれと。ああ、なるほどね。これ世論調査すると、圧倒的に兵役免除の範囲を広げるということに韓国人は反対なんです。韓国の人たちは。まあ、わからんでもないなとは思いますが、自分たちずるいじゃんか、それ。なんか世界的に大金持ちで、兵役ぐらい行けよとか、多分思う人もいるんだろうな。これも私の想像でありますが。で、大衆で BTS はなんとか頑張ってグループとしての活動を続けるために順番に一人ずつ兵役行かなきゃいけない年齢にみんな差し掛かってますから。うん、ね、そうですね。で、あの、この BTS 対策で数年前にですね、はい、28までは、28までに兵役つかなきゃいけないやつを2年延長して30歳に伸ばしたんですよ。だけどその30歳に伸ばしたけれども中のメンバーの一人がもうこれ12月でその期限も来ちゃうんで、でさらに BTS としては、いや活動こんだけ世界的に活動して外貨も稼いで韓国のイメージも上げてるんだから兵役免除してくれよというのを水面下でいろいろ動いたらしいんだけど、それを声高に言うと国内の反発を買いますから、まあそんなことで一人がもう兵役に行くと決めたと。はい、多分それが分かってて先週末に無料コンサートという流れだったんじゃないのという気はしますけどね。まあ正直私なんかどうでもいいじゃんと思いながらここまで喋るかって話ですけどね。本当どうでもいいと思えない。違うんですよ。この後のですね、はい、物価高倒産過去最多にっていうので喋ろうと思ってたんですが、途中からこれ残り時間を計算した時にここに行ってるとまともな話ができずに終わっちゃうから、もう BTS で最後まで行っちゃうかって途中で投げたところがありまして、頭の中で計算があったんですね。そういうね、計算失敗したんです。はい、ズームフラッシュでした。10月18日火曜日、時刻は午後4時4分になります。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。さあ、辛坊さんへのツッコミが来てますけれども、ほうほう、慎吾たんさん、イカダカタコダカゲームすげえ雑
イカゲームのことですね。すいません、ね。はい、それから、QR コードに関してなんですが、川崎市の麻生区の善志丸さんかな。辛坊さん、2012年に台湾で1300人で一文字 QR コードすでにやってますね。やってるんだ。そう、台湾台北の、視聴者前広場で1368人が傘を持った一文字でこの QR コード作って、何表示させたんですかね。台湾を PR するイベントで何を表示させたのかな。あ、わかりませんか。わかりました。でもそれはやってる実績があるということですね、なんか新しいこと考えなきゃダメだな。どうしたらいいんだろう。あのね、縦横100メーターぐらいの網を張って、その網にみんなで取り付けた。上の方の人は怖いだろうな。そしたら、はい、立って、地面に対して垂直になりますから、スマホで撮りやすいじゃないですか。そこに張り付くみたいな形で。うん、そうです。いや、そうね。無理。どうなんだろう。どのくらいの最低サイズでいけるんだろう。例えば7メートル、7メーター角ぐらいでいけるんだったらさ、なんか現実味があるけど、100メーター、100メーターじゃ現実味がないね。30メーター、30メーターぐらいだったら、シルクドソレイユの皆さんにお願いしたらできそうな気がするじゃないですか。そうですね。だからシルクドソレイユの皆さんがこう舞台に設置した縦横の大きな網に次々こうねバーコード作っていって、ここで観客はスマホでさ、なんかいろんなものを映し出すとか音楽出すとか、そりゃきっとできますよ。どうですか。ちょっとシルクドソレイユに提案してみますか。どこに提案すりゃいいんだ。いやちょっとね、だからね、あの QR コードって使いようによったら結構いろんなこと使えるんじゃないのかなと。はいはいはい。空中でドローンで描いてそれが機能するわけだから。そうですよね。すごいですよね。なんか夢が膨らみますね。そうですか。はい、まあ、でも多分今お話しした限り、どうしてもなけりゃいけないというもんでもなさそうな気がするね。まあ別の手段で伝えた方が早いっていう結果になりそうですけど。私の命に関わらないね。まあまあそうですね。わざわざそんなことする必要もなかろうという。はい、まだまだご意見があればこちらまで送ってください。メールは zoom@1242.com。 感想はツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のエンディングにお送りするズームオンミュージックリクエスト。今日のお題は、大きな栗をもらった時に聴きたい曲。まあ、童謡は除くということでね、選んでもらいまして、選曲の理由も添えて、zoom@1242.com まで送ってください。お待ちしております。この後は、ロシアの核兵器使用危険水域にというニュースにズームします。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか。この時間取り上げるニュースはこちらです。ロシアの核兵器使用危険水域に。ロシアとの合同部隊を編成したと報じられるベラルーシのルカシェンコ大統領は、同盟国のロシアを追い詰めないようウクライナと西側諸国に警告しました。ルカシェンコ氏は、最も重要なことは対話相手をたとえ敵対者であっても窮地に追い込まないことだ。そのためロシア側が言うところのレッドラインを越えてはいけないと述べました。ウクライナ情勢をめぐり核の使用もちらつかせるプーチン大統領、今後どのような報復攻撃に踏み切るのでしょうか。さあ、今日はこのニュースにつきまして、防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。お世話になります。忙しいそうですね。先生、なんか今朝も新聞読んでたら先生の名前出てましたよ。 ありがとうございます。なんかものすごい勢いでいろんなところに書いたり出たりとか。そうですね、まあ、特にそのクリミア橋の爆破以降また増えましたね。クリミア大橋の爆破っていうのがあって、はい、まあ、一応今のところ伝えられてる限りは、なんかトラックみたいなものに仕掛けられていた爆弾が破裂して橋桁がいくつか落っこってっていう話なんですけど、はいはい、
どうなんですか、高橋さん。高橋さんの見るところ、あれは誰がやったもんなんですか。まあ、いわゆるその誰が一番得をするのかっていう、その推理小説的な話で言うと、まあ、ウクライナなんでしょうね。やっぱあそこはロシアにとって重要な補給線だったということですか。で、しかも壊しすぎてますから、その仮にまあ、いわゆるロシアが偽旗作戦を仕掛けるのだとすれば、はいはいはい、そこまで壊す必要はないので。偽旗作戦というのは、まあ、はい、あの、歴史上よくあの、戦争開始の、あの、言い訳に自分でやっちゃうとかそういうやつですね。そうですね。そうですね。はい、だからロシアが自作自演でやったには規模がでかすぎる。規模がでかすぎる。はい、そうですね。で、一説には例えばですよ。はい、いや、アメリカが後ろにいて、アメリカが供与した船型ドローンみたいなやつで下から攻撃したんじゃないのかとか、いろんな説がありますが、はい、そのトラックの爆発で間違いないんですかね。まあ、その、隣の橋の、あの、隣の車線の、その上ですね、舗装面が焼けてるんで、はい、下から爆発したんだったら、その隣の、あの、舗装面焼けないですから、あの焦げ方を見ると、やはり路上で爆発したと考えるべきだと思います、ね。路上でトラック爆発して、あの橋桁落っこっちゃうような、あんな被害が出るんですか、はい、何トンもの爆発物ということでしょうね。あ、だからミサイルとかで運べるような量ではない、やはりそう考えるとトラックってことになるかと思いますね。じゃあまあ、これ仮にウクライナがやったとして、はい、ウクライナが工作員を送り込んで、爆弾をどっかに仕掛けたということですか。だからそこから先が分からなくなるんですよ。つまり、はあ、その工作員を送り込んで爆弾を仕掛けたとすれば、あの道路橋だけではなくて鉄道橋にも仕掛けるはずなわけですね。で、トラックに爆弾を仕掛けたとすると、運転者が巻き添えを食いますから、そのような自爆的な攻撃を今するだろうか、はい、この全体の戦局がいい中でっていうところで、一番得をするのはウクライナなんですけど、攻撃のパターンが、を考えるとなんとなくウクライナっぽくないよな、この戦争のっていうところでちょっと疑問があるということですかね。もう一つ私素朴な疑問があるんですけど、はい、あそこの橋が、まあ、クリミア半島に対するロシアの補給道路になってるので、かなり戦争の初期の段階で、まあ、いや、落とすべき橋、はい、ウクライナにとっては落とすべき橋じゃないですか。はいはいはい、あ、まあ、今ウクライナが、あの、自分の領地から どこでミサイルを発射できるか知りませんけれども、うん、ウクライナ国内からミサイルを発射して、ぶっ壊した方が手っ取り早いだろうと思うんですが、で、戦争中なんだからそれしちゃいけないわけもなかろうにと思うのに、それができるだけの軍事的な資産がないということですかね。そうですね。今のところはないですね。ええー。その、まあ、いわゆるそのアメリカのエータクムスっていう、あの、射程300キロのミサイルが、はいはい、供与されれば届くんですけど、はい、まあ、まだ供与されてないはずなので、今供与されてるハイマースとかいうやつでは、はい、その射程はない。あれ80キロから90キロなので、今占領しているところからでは届かないです。届かない、はい、あの、どうなんですか、制空権があれば、まあ、空対地ミサイルみたいなものが使えるかもしれないと思うんですが、ウクライナの制空権はどうなってんですか。まあまあ、制空権というか、まあ、低空侵入していって、ロシア側の迎撃をかいくぐっての攻撃はできないわけではないですけど、まあ、ロシア側もクリミア橋かなり強固に守っているので、難しいでしょうね。そうなるともう映画のトップガンの世界になっちゃうってことですね。そうです、そうです、そうです。よくわかりました。さて、その話はまあ一旦終わりにして、ロシアのまあ喫緊の課題が今、まあ、増山さんが、ね、あの、読んでくれたロシアの核兵器の使用の見込みなんですが、先生、素朴にどう思います。私が一番心配したのは9月上旬から中旬にかけてなんですよ。ほう。で、今はそんなには心配してないです。なんで9月上旬から中旬なんですか。9月の上旬にそのウクライナがハルキウ周辺で反攻に成功して、はい、まあ、ロシア軍をまあ壊滅させたわけですね。ほう。で、そこでロシア軍がこう、まあ、本当に壊滅状態になって逃げている中で、ロシア側としてはウクライナの前進を止める方法が当時なかったんですよ。はい。で、それを止めどうしても止めるとすれば核兵器を使うしかないっていう状況だったので、あのタイミングが私の見るところ、この戦争が始まって最も核兵器使用の危険が高かった時期だとは思っています。はい、で、一方で9月のその26日かな、プーチン大統領がその動員令をかけたわけですね。はいはい、で、動員令と一緒に、まあ、核兵器の脅しをするんですけれども、その部分動員をかけたということは、その軍隊、通常戦力を復活させようってことですから、あの核兵器というのは、まあ、基本的に通常戦力が
で立ち向かえないときに、はい、通常戦力が弱いときに使うものなんで、そのまず部分動員で通常戦力を立て直すということをプーチン大統領が宣言したということは、はい、あ、この段階でプーチン大統領にとって核というのはファーストチョイスではないのだということが伝わってきたと理解していて、まあ、なので今の段階ではまずはその動員がうまくいくかというところがポイントで、それがうまくいかなくなったらまた核のリスクが出てくるってことだと思ってますね。動員がうまくいってるかうまくいってないかみたいな情報は出てきてるんですか？はい、まあ、断片的ですよね。まあ、動員を逃れて脱出する人たちがいるっていう話と、はい、召集された人たちに与えられてる武器がすごく少ないっていう情報が一方であり、またもう一方ではプーチン大統領が、まあ、3分の2ぐらいの人間はちゃんと訓練して投入すると言っているということなので、まあ、今の段階ではちょっとまだわからない。要するにこれがうまくいってるかいかないかというのは、ここ1ヶ月ぐらいの戦況でウクライナ軍の前進を止められるかどうかにかかっているということだと思いますね。私素朴に思うんですけど、自分がもしプーチンならとこう思った時に、自分が始めた戦争で、まあ、何万人も人が死んでるわけじゃないですか、はい、そういうことに対してああいう独裁者って両親の痛みみたいなものは覚えないんですかね。いや、そこは分かんないですけどね。ああいう、なんていうんですかね、ああいう立場にある人間の自我というものはちょっと想像できないものがあるんですけれども、多分思わないんじゃないでしょうか。思わないんですかね。だってやってることは人殺しと一緒でしょ。多分なんか彼の頭の中では自分がやってることはロシア国家100年の体系のために重要なんだと、だから俺の言う通り戦って死んでこいというところまで思ってるんじゃないですかね。特に最近ひどいのはドローン攻撃やミサイル攻撃で、まあ、キエフであるとかあちこちの、はい、まあ、ロシアはエネルギー施設を攻撃してるんだと言ってるけれども、はい、街中のビルに当たったり住宅地に当たったり人がいっぱい死んでますよね、はい、あれってやっぱりちょっと現代の戦争ではほぼほぼ禁じ手になってるはずの、いや、まあ、文民攻撃っていうか、はい、無差別爆撃っていうか、はい、それに近いですよね、あれ、はい、あのありですか？ありかなしかで言うと当然なしなんですけれども、で、まあ、現代の戦争で行われなくなってきた理由は、一つは残酷であるということと、もう一つは結局効果がないからなんですよ。その都市が攻撃されたからといって戦争をやめた国ってほとんどないんですよね。で、だから、まあ、アメリカ軍なんかは、その、二つの理由で軍事目標だけを攻撃するとできる。まあ、もちろん外れはありますけどね。で、ただおそらく今回のロシアはわざと都市攻撃をやっているように思える。つまり、まあ、市民を意図的にターゲットにすることで、そのウクライナ国民の戦う意思ですね、戦意を、削ぐ、戦意を折る、心を折ることを目的としているのではないかというように思いますね。わざとでしょ、あれは。まあ、そうでしょうね。で、使われているのが、最近、イラン製のドローンが使われているっていう情報がありますよね。はい。で、多分これ、日本人がイラン製のドローンが使われていると聞いた時の感覚と、アメリカ人がイラン製ドローンが使われていると聞いた時の感覚は全然違うっていうか、アメリカ人の対イランに対する敵対意識みたいなものがちょっと我々日本人だと想像がつかないものがありますよね。そうですね。まあ、イランはそれこそイラン革命時の、そのアメリカ大使館人質事件以来アメリカにとってほぼ宿敵ですし、イランから見てもアメリカは悪魔みたいな存在ですから、はい、まあ、非常に激しい対立関係にあるわけです。で、まあ、ちょっと軍事に詳しい人だと、イラン製のドローンでサウジアラビアの製油所が攻撃された事件とか、はい、イエメンのフーシー、そうですね、イエメンのフーシー派がですね、はい、で、あと今年になってからはアブダビ、UAE のアブダビが攻撃された事案もあるので、まあ、その戦闘実績がある兵器ではあることは間違いないんですよ、ね、でも、いや、ドローンですから、はい、いや、ミサイルほどの高速ではないわけで、はい、目視もできるだろうから、はい、迎撃できんじゃないかと思うんですけど、そういう簡単なものでもないんですか。一応、まあ、対空機関砲とか、はい、あるいはその携行用の対空ミサイルとかがあれば撃墜できますけど、なければ撃墜できないですから、その全ての都市に全てで、飛行ルート着弾地点の近所に、はい、対空機関砲とか、はい、まあ、対空用の、まあ、はい、RPG みたいなものがあれば、いけるけど、はい、そうでないところには着弾しちゃう、そうそう、見えてても何もできないってことは、それはありえるんで。となると、逆に重要な軍事目標の周りには、迎撃システムは多分あるんだろうなという気がしますね、むしろ。だからそういうところがないところに着弾しちゃってるということですかね。はい、
ですからば防空システムの援助がまた重要になってきてるってことですかね。で、ドイツが防空システム供与するとかっていうニュースが、はい、もうかなり初期の段階でありましたけど、はい、あれなんて機能してるんですかね。あれアイリス T が入ったのが先週かな、もう今月まだそんなんですか、うん、はい、あれ、ね、新しく作って運ぶ兵器だったんで。ドイツ製ですか。ドイツ製です。ドイツ製ですか、はい、どの程度の信頼度があって有効なもんなんですか。まあ、ドイツ製の兵器ですからそこは信用していいんだと思いますけどね。ブランド的に。はあ、なるほど。ただまあ、年末、年内にできればいいかなって言ってたのがなんとか繰り上がって10月になったと。あの迎撃システムってどのぐらい有効なんですか。今、ミサイル、ロシアで、攻撃してますよね。どの程度防げるものなんですか。赤外線誘導なので、はあ、いわゆるこのイランのドローンに対してはちょっと難しいかもしれません。そうなんですか。はい。巡航ミサイルみたいにこう派手にエンジンを、エンジンで大きな熱源になるような場合は迎撃し、できますけど、あのタイプのイランの今使ってる、遮蔽度136みたいな ドローンだと、ええ、赤外線誘導で撃墜するのはちょっと難しいかもしれません、ね、なるほど、はい、ごめんなさい、今初めてに認識したんですが、ロシアがミサイル攻撃ミサイル攻撃ってよくニュースになってますが、あれは巡航ミサイルなんですか。巡航ミサイルですね。ほぼ弾道ミサイルの一部混ざってますけど。弾道ミサイルも混ざってるんですか。ほとんど巡航ミサイルです。で、一説にはロシアのその手のミサイルが枯渇してきてんじゃないのかって話があるじゃないですか、はいはい、それどの程度信用できるんですか。まあ、足りなくなってるのは確かだとは思います。すでに3000発以上撃ってるとウクライナは言っているので、まあ、3000発ってどれぐらいの数かというと、イラク戦争でアメリカが撃ったミサイルが1100ですから、はあ、相当な数なわけですよ。なるほど。それだけ撃てば少ないだろうと。ただごめんなさいね、はい、これちょっともしかすると喋、はい、るとまずい話かもしれませんが、一応聞くだけ 聞きますけど、日本って何発ぐらい巡航ミサイル持ってるんですか。ゼロです。うん、ゼロです。あ、そうですか、はい、はい、だからこれ秘密じゃないです。あ、そうですか、はい、私入間基地の基地祭の時に巡航ミサイル展示したの見ましたけど、はい、あれそれは対艦ミサイルじゃないですかね。ハープンとか、ハープンは空対、はいはい、まあまあ対艦巡航ミサイルということであればある程度あります。対地攻撃用の巡航ミサイルは、対地攻撃用の巡航ミサイルは、はい、それはまあ確かに日本の専守防衛の立場からすると、はいはい、地面を攻撃する武器としては存在しないということですね。そうですね、はい、だけど対艦巡航ミサイルは存在するということです、うん、はい、ある程度は、はい、日本の対艦巡航ミサイルって何キロぐらい飛んで何発ぐらいあるんですか。ものによりますけど100から300ぐらい。あ、100から300キロぐらい射程距離ですけど、はいはいはい、で何発かはまあ言えないですね、知らないけど。知りたくもない戦争の話は。どうなんですか、そのロシアが1000発3000発撃ちましたみたいなものに、うん、仮にですよ、はい、まあ、日本が当事者になった時に対抗できるだけの、あ、もう そもそも対地攻撃ミサイルがないから関係ないんかっていう感じですか。まあ、それだけのミサイルが撃たれたら厳しいですよね、日本は。それは中国との関係で起こりうる話ですけど。それ迎撃するシステムあるんですか。迎撃はまあ一つは弾道ミサイルに対しては弾道ミサイル防衛システムがあります。で、はい、まあ、巡航ミサイルに対してもそれこそイージス艦とかは、あるいは地上発射型の対空ミサイルである程度は対抗できます。ああ、うん、まあ、ある程度って感じですか。なんか最近ニュース見たら日本も1000キロぐらい飛ぶ巡航ミサイル導入しようみたいな話がありましたよね、はい、反撃能力の議論の中であるとは承知してます。あ、つまりあれは対地攻撃用の巡航ミサイルっていう意味ですね、文脈的に。まあ、そうですね、対艦攻撃も対地攻撃も両方できるようにという意味だったと確かそう思いますが、はい、まあ、当然まあ、仮想的という言い方はしてないと思いますが、まあ、想定されるのは北朝鮮が何かやらかしたときに北朝鮮のミサイル射基地が叩けるだけ の軍備を持ちたいということになると、発射地点は九州ぐらいから北朝鮮がカバーできるぐらいの範囲っていうのを想定してるんですかね。まあ、発射地点は射程距離にもよるので何とも言えないとは思いますけれども、まあ、北朝鮮との関係で言えば第一撃をミサイル防衛で防いで、まあ、その後、まあ、ミサイル防衛と連携してっていうことが考えられてると思いますね。だいたいいつ頃がそれ目標なんですか、はい、システム構築の日本って。まあ、その辺も含めて今その防衛大綱の見直しとかで議論してるんじゃないですか。ちょっと私直接関わってないんで全く知らないんで、そこはかなりそれはデリケートな政治問題ということになりますかね。まあ、もちろんそうですね、これは政治決断が必要な話ではあるので。あ、はい、わかりました。ということで、ロシアは核兵器を使う可能性は一旦ちょっと和らいだという認識を先ほど教えていただきましたが、ね、はい、今後どうなりますか。まあ、ですからその動員次第ですよね。で、戦局がもう一回ロシアにとって不利になっていったらもう一回核のリスクは高まる。ただその辺は実は天候とかの要因もあるので結構こうなんていうんですかね、こう枝分かれが大きいですね。
その例えば雨が長引いて、で冬が暖かくなくて、そのもう地面がドロドロになっちゃった場合にはウクライナ前進できなくなりますから、はい、そうすると、まあ、ロシアとしては一息つけると。なるほど。で逆にその冬が、まあ、すごく寒くなって、地面が凍ると、まあ、ウクライナ側としてはさらに反抗できるようになりますから、そこでロシアが押し込まれると核のリスクというのはまた浮かってくる。なるほど、はい、一つ分かんないニュースがですね、今日あたり出てきたニュースなんですが、あのベラルーシという国がありますよね、はい、ベラルーシという国になんかロシア兵9000人ベラルーシが受け入れて、で戦車も何十両受け入れて、訓練をやるというような話が出てきてますが、うん、これどういう意味なんですかこれ、まず一つは今回ベラルーシのルカシェンコ大統領は、はい、まあ、プーチンとの関係を非常によくしながら、できるだけ自分たちは戦争に参加しないという立場をくっ貫いてるんですよね、はい、で実際あの3月 の、 あのキーウへの侵攻部隊はベラルーシから南下していってるんで、まあ、戦争には協力していると、はい、ただベラルーシ軍はウクライナ領には侵攻してないというのが現状 で、でベラルーシの立場から言うと今こんな負けそうな戦争に関わりたくないはずなんですよ、はい、で、まあ、にもかかわらずやっぱりプーチン大統領との関係でその軍事協力に踏み切ったと。で一つの可能性はベラルーシ領内から砲撃ですね、攻撃をウクライナの国境近い町に行っていく、であとはそこにロシア軍がいるということでウクライナ軍の部隊をその東部の戦線じゃなくて北部の防衛に当てさせるというのがまあ狙いではないかなと思いますね。よくわかんないのは9000人の兵力と百数十両の戦車を、はい、要するにロシアはウクライナじゃベラルーシに送り込むっていうニュースなんですけど、はい、そんなことしてるだけのロシアは余裕があるのかと、そんな余裕があるんだったら戦線に投入した方が合理的じゃないのかと素朴に思ったりするんですが、私もそう思うんですが、ただ今動員かけてるわけで、はい、例えば動員かけたばっかりの兵力でまだ戦争に突入できない兵力を、まあ、ちょっと準戦時環境で訓練しておくとかね、そういうようなことも考えられるんじゃないかなと思いますね。どうなんですか今回動員された、まあ、20万とも30万とも言われてる、はい、ロシアの兵力なんですが使い物になるんですか。使い方によりますよね。その身も蓋もないですけど、つまり、ある程度例えば2ヶ月とか3ヶ月とか準備して、まとまった数の例えば15万人の兵力を投入できれば、まあ、かなり大きな打撃力を持つと思うんですよ、はい、ただまあそれこそ100人単位で足りないところにバラ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 と投入したら、それはまあ消耗するだけですよね、だからまず一つは投入やり方次第だと思います、でただ一般論として予備役の方が現役兵より質は落ちるんですよね、はあ、質は落ちるというのは士気もそうですし、まあ、平均年齢も当然高いですし、装備の質も低いんで、まあ、ですからその能力としては現役兵には劣るのは確かです。さて、そろそろ時間が来てしまいましたけれども、大きな流れでこれからどうなるか最後に教えてください。まず天候次第で、今年のどのくらい地面が凍るぐらい寒いか寒くないかって話ですか、はい、そうですね、地球温暖化の影響でなかなか凍らなくなってるみたいなんで。ああ、そうですか。で、川凍らないとすると、膠着していく可能性が高いですね。なるほどね、はい。カチカチに凍って、軍事車両がスーッといける状況になったら、また違う展開がある、うん。そうですね。ただ、その前におそらくウクライナとしては南部ヘルソン市、はい、ヘルソン州の州都のヘルソン市を奪回したいと。そこまで持っていけるかどうかっていうのが一つの、まあ、ポイントですかね。なるほど。ヘルソン奪回すると、うん、黒海の北のクリミア半島と、それから東部の3つの州との間分断できるっていうことですよね。まあ、それもありますし、あと、住民投票した後で、ロシアが併合宣言をした後で、はい、州都を奪回するっていうのは政治的に意味は大きいですよね。でもそうすると、核兵器の使用は高まりますよね。その可能性はな、うん、まあ、プーチン大統領は考えると思います。はい、使うかどうかわかりません。先生、プーチン何とかしてください。いや、それは、辛坊さんの方が多分力が。いや、無理ですよ。何言ってんですか。何言ってんですか。どうにかなるといいんですが。ありがとうございました。今日は防衛研究所政策研究部防衛政策、研究室長の高橋杉雄さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。10月18日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この時間はラジオを聴きのあなたのリクエスト曲をお送りするズームオンミュージックリクエストに寄せられたね、リクエストをご紹介します。今日のお題は、おっきな栗をもらった時に聴きたい曲。さあ、どんな曲でしょう。はい、いっぱいいただいてます。まず、京都のおっちゃんまん59歳さんですね。栗をもらって、
ね、聞きたい曲はクリスタルケイ、恋に落ちたら。あ、クリスタルケイ、そしたらクリスタルキングも絶対行きますよね。あ、いいですね、クリスタルキングもね、はい、それから千葉県のタップさん47歳はクリマロンマロンで、あ、クリマロンマロンロマンで、岩崎ひろみさんのロマンス。いやそれ相当遠いっしょそれ。あとね、還暦過ぎの新入社員さん、伊勢原市61歳の方ですね。稲垣純一さん、クリスマスキャロルの頃には。あ、これもね、いろんな曲、まさにですが、それちょっと季節的に早すぎないか。いいんじゃないですか、先取りで。浜松市の犬黒さんは、はい、ゴッドファーザー愛のテーマ。なんで主演がマーロンブランドじゃないですか。この季節モンブランが異様に食べたくなりますね。辛坊さんは栗きんとん好きですかって。いや、栗きんとんも好きですけども、うん、我々子供の頃ですね、はい、ケーキはあのモンブランとショートケーキしか2種類しかなかったんですよ、うん、まあメインはね、そういう感じでしたよね。うちの近所それしかなかったですね。あとうちの、うん、そうですね、うん、うちの近所のパン屋にはシベリアってのもありましたけど。シベリアってケーキ？あ、だからカステラの間に羊羹が挟まってるやつ。美味しいですよね、あれね。あ、なんでシベリアなんだろう。本当ですよね。まあ、いや、はい。あとは兵庫県の姫路のしめじまいたけさん65歳は、大きな栗をもらった時に聞きたい曲は、岩崎ひろみさん、あなた色のマノン。みんなちょっとずつ外れてる感じですか。そうそう、はい。愛媛県のゆちねさんはね、大きな栗をもらった時に聞きたい曲はミックスナッツオフィシャルヒゲダンディズム。これ栗を英語で訳すとチェスナッツ、チェスナッツ、ね、だからナッツつながりでミックスナッツ、はい、チェスナッツですね、うん、チェスナッツ、チェスナッツっていうのはモンブランじゃないんですねって。モンブランは私の城って、あれは山の名前でしょ。そうでした。何を言ってんですか。大阪府の10月4日、違う、モンブランの門はマウントだ。失礼しました。私の門じゃないですね。モンブランの門はマウントなんですか。多分そうだと思います。モンブランはマウントブランだと思いますね。白い山じゃないですかね、多分。ごめんなさい、私も適当なこと言ってるかもしれません、はい。59歳大阪府の10月8日の京都での公演に行きましたさん。 ありがとうございます、ね、NHK 大河ドラマセゴドンのメインテーマお願いします。これなぜかというと、昔英会話教室で栗は英語でどう言うかと聞かれて、マロンってやっぱほら答えたら、それはフランス語なんだって。マロンね、うん、そうでしょ。だから英語はチェスナットです。そう、英語はチェスナットだと言われました。そこで登場人物がやたら、はい、チェストと叫んでいた NHK 大河ドラマセゴドンを思い出しました。いやこれまた遠いな。頑張っていろいろね、はい、皆さんつなぐで、これがね一番多かったんですよ。とっても多かった、17通かな。千葉県袖ヶ浦市のいちかと、なんだろう、うーん、木に花の、あ、書いてありました、コノカのパパさん、いちかとコノカのパパさん、47歳男性の方、はいはいはい、サザンオールスターズの栗といつまでもリクエストします。は、初メールですが、へんてこな歌にポカーンとなった思い出があります。そんな曲があるんですか。あるんですって。君といつまでもじゃなくて、うん、栗といつまでも、うん、それ言われると気になってしょうがないな。ね、じゃあ本日のズームインミュージックリクエスト、ズームオンですね。あ、ごめんなさい。本日のズームオンミュージックリクエスト、はい、コーナータイトル間違っちゃいけませんね。そうですよ、サザン栗といつまでも。あ、じゃあこれエンディングで聞いてみましょう。ちなみにさっきのモンブランは白い山ではなかろうかという発言ですが、うんうん、まさにフランス語でモンブラン、はい、白い山です。あ、よかったです、ね、ほら時々はちゃんとしたことも言うんですよ。本当ですね、よかった、私フランス語全優ですからね。あ、へえ。でも安倍政最後までまだもう言えませんけどね、全優なのに、はい、最近ちょっとスペイン語にハマってましてね。お、いや、もういいです。なんか言ってください、はい、自己紹介してくださいよ。え、あ、言えない。ウノとストレス。いや、それ自己紹介じゃないです。ラジオの前のあなたからのご意見、どんでスタイルバーニョ4時間受け付けております。メールはトイレはどこですか。メールはzoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ご意見をお待ちしております。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間取り上げるのはこちらです。
大麻から製造した薬、国内初の治験へ。医薬品への使用が認められていない大麻の成分を主成分とする薬の治験を、イギリス製薬企業の日本法人 GW ファーマが今月末にも始めます。既存の薬が効きにくい難治性転換の患者が対象で、治験終了後に製造販売の承認を得られれば、大麻から製造した国内で初めての治療薬となります。大麻に関しては、私そこそこ詳しいんですけど、どこまで喋ったらいいのかなっていうのをね、常にこの商売やってると、まあ、大麻に関して言うと、日本の世論的にはもう 100% ダメ、とにかく大麻と聞いただけで懲役7年みたいなイメージを、お持ちの方が非常に多いので、いや実は世界の大麻がこうなってるよとか、日本ではいや大麻って実は歴史と切り離されないものだよみたいなことを言ってもいいんだけど、言うとめんどくさいから言わないで今まで来たところもたくさんありまして、例えば神社行きますよね、神社のお札売ってるところありますね、まああれは売ってるとは言わずに授与所とか言うらしいですけど、まあ実質買うわけですよ、お守りとか、あそこにね、大麻って必ず書いてありますよ。また必ずかどうかともかくとして、大麻って書いてあります。あれ大麻ってありますか、まさに大きな麻と書いて大麻っていうのを神社行くと売ってるんですよ、あれ何かっていうと大麻、なんですよ。大麻って戦前、まあ、今最近栽培してるところ減りましたけど、基本麻の着るものありますよね、あれ大麻の繊維ですよ。で、日本文化と麻は切っても切れない関係にあって、今は白い紙でビロビロ作ってますけど、もともと神主さんがお祓いの時に勢いよくこう左右に払うやつあるじゃないですか、あれついてたのが大麻の繊維なんです。大麻の繊維なんです。で、大麻の繊維をこうお祓いに使った後、一本一本こうほぐしてっていうか、それを紙で包んで、お守りっていうかお札にして授与するっていう習慣があって、で、今は大体神社行って大麻って書いてあるのを買うと何くれるかっていうと、伊勢神宮のお札ですね。で、伊勢神宮のお札なんだけど、だから大麻、販売とか授与って書いてあるのは、要するにまあお金を出すと伊勢神宮のお札くれるわけですけど、まああれは伊勢神宮のお札の意味なんだけど、もともと歴史をたどると、その神社で使っていた伊勢神宮の神主さんが使っていた、このバサバサって振るやつの大麻の繊維を一歩ずつ紙に包んでっていうのが、そこから。だから実は他の薬物と違って、大麻って日本の法律が不思議な法律になっていて、自分で栽培して売買したりなんかすると、それは犯罪ですよ、持ってると確か犯罪のはずですが、使用に関してはあれ犯罪じゃないのは、つまり昔繊維で大麻栽培してた地域が結構日本中にあってですね、その日本中で繊維の大麻栽培してると、知らず知らずのうちに成分取り込んじゃうことがあるんですよ。だから使用を禁じると結構なんか法律運用するときめんどくさいことになるよねって。で、ただ最近は他の麻薬に関しては当然使用が処罰されてるのに、大麻だけ処罰されてないのはおかしいと、バランス取れないということで、大麻に関しても、だから実はね、大麻って他の薬物と違って、戦後日本がアメリカ統治下に入るまで、基本制限なしだったんですよ。だから神社で普通に使われてるようなもんで、繊維製品として使われてますから、そもそもそういうのを規制しようっていうのが、第二次大戦で日本が負けるまで発想としてなかったんだと思いますね。で、基本やっぱりこの大麻に関する法的制約っていうのは、日本が敗戦国になってアメリカから持ち込まれて、だから当初は非常に神社なんか困ったと思いますよ。通達って普通に使ってるしよな、大麻みたいな。で、今ではもう世論形成が進んじゃってますから、大麻と聞くと他の薬物と同じように、もう2万%ダメっていうのが多くの人の受け止め方なんですが、ただ日本の薬物規制でいうと、大麻ってちょっと別枠になってるところがあって、なんで別枠になってるのかというと、そういう歴史的なところがあるんだということなんですけども、最近でもね、大麻を使った製品っていうのが結構ね、薬局なんかで、一部の女性の間に広く使われてて、これ違法じゃないんですよ。というのは、日本で大麻を取り締まる法律はですね、成熟した茎や種子、
成熟し大麻の、だからね、大麻で規制の対象になってるのは花水って言うんだけど、花が実りますね、はい、花が実るところの、あの花ついてるところの茎ありますね、うんうんうん、あそこの部分 に規制されてるテトラヒドラカンナビノールっていう THC っていう成分が非常に多いんですよ、うん、その THC の成分が多いんで、ここは厳重に規制されてますけれども、大麻の種って、はい、七味唐辛子の中に入ってるの知ってます、七味唐辛子逆さにしてひっくり返して、こう中探していくと一番でっかい粒粒があります、うん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 、あのよコリアンダーの種に似た感じの、ちょっと硬 い丸い直径数ミリの、うんうん、だから七味唐辛子の中で一番でっかい、はい、あれ大麻の種なんです。そうなん だあれは発芽しません、当然熱処理してありますから、はい、うん、ところが昔、一昔前はホームセンターで売られているインコの餌の種っていうのがあった、大麻の種っていうのがでっかい袋に入ってドーンと売られてて、これ問題になるまでは、あの発芽しない処理がされてなかったんで、そのホームセンター行って、うん、あの鳥の餌買ってきて、うん、その辺にぶんまけると、うん、そこら中に大麻が芽出すっていう、ただそれが問題になったんで、ある時から今発芽しない処理がされてます。だから鳥の餌として販売されている大麻の種は、あの発芽処理しない、発芽しない処理がされてますけど、あれ大麻の種なんですよ。でこれは規制されてないんです。で実は日本でも、あのそのテトラヒドラカンナビノールっていう成分は、うん、非常に厳しく規制されてるけれども、もう一つ、あの、この大麻の成分の中に CBD っていうのがあってですね、うん、この CBD っていう成分は、規制の対象になってなかったりなんかするんで、うんうん、この成熟した、規制されてない成熟した茎や種子から取り出した CBD っていう成分を使った化粧品とか、あるいはさ、なんかあの、寝る前になんかあの、気持ちが落ち着くよみたいな製品は、うん、最近結構販売されてます。あるらしいですね。販売されてます、うんうん。それで今回非常に注目なのは、でもやっぱり日本ではやっぱり医薬品としてそういう大麻の成分を使うことに関しては、今までは基本、まあ、あの、とにかく大麻と聞いた瞬間に 100% 全部ダメっていう、その前提で運用がされてたんだけど、全世界的には、あの、非常に需要があるのがですね、今回は、あの、難治性転換の、あの、改善ということなんだけど、はい、全世界的に大麻って需要があるのは、末期がんの人たちの抗がん剤の、抗がん剤の副作用を軽減するという、これでものすごく全世界的には医薬品として使われてるんですよ。で、日本でもこっち方面で解禁した方がいいんじゃないっていう議論が一つある一方で、今まである法律を厳しくして、今は禁止されていない使用に関して、これ禁止しようっていう、実は厳しくしようっていう方と、緩めようというのと、じゃあ日本国内って両極端の議論、両極端というか両方の議論が併存してるっていう、世界の中でも非常に不思議な国になっていることは確かですね。全世界的には、まあ、抗がん剤の、精神的なケアのためには有効なんじゃないのっていうのがかなり一般的に、あの、知識として広がってきて、法律上もそっち方面での大麻利用は緩和しようと。で、嗜好品としての大麻緩和ということになると数は大きくないですけれども、うん、まあまあ少しずつはそういう動きもあるよという知識の上で、さあどうするかというのをちゃんと議論した方がいい時期には来てるよねと思います。ズームミュージックリクエストをお送りしているのは、いちかとこのかのパパさん、花満開さん、足立区の楽太郎さん、レントのママさん、しんいちさん、アンポンタンのトンチンカンさん、人気者でゆこうさん、誕生石はルビーさん、スケさん、ミサトリュウさん、農産物応援隊さん、クロスヤカズユキさん、ヨッシーさん、伝統攻撃さん、以上14人の皆さんのリクエスト。スーパーチンパンジー、栗といつまでもって、これ結構あの鶴子さん系の曲じゃないの？あ、そのようですね。え、そのようですか。はい、じゃあこの後のお知らせですけれども、はい、この後日本放送では古谷雅之さん、K トラックス、今日 BTS マイベストリクエスト、なんと3時間お送りいたしますが、ゲストに小泉今日子さん生でご登場ということです。辛坊さん見に行っちゃうんじゃないですか。あ、明日の朝6時からの YouTube の撮影がありますからね。この後飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。取り上げるニュースは、円相場が一時1ドル149円台、32年ぶりの円安を更新などです。で、このズームそこまで言うかは、政治ジャーナリストの青山和弘さんをお迎えいたしまして、予算委員会などについてズームしていきます。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでは辛坊治郎と増山さやかでした。また明日。